ドローレス・ホイ・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア帝室の分子、ハプスブルク・トスカーナ家出身の大公女、トスカーナ大公レオポルド2世の彦にあたる。レオポルド・ザルバトール大公と、その妻で、スペインのカルリスタ王位請求者である、マドリード公、カルロス・マリアの娘ブランカの間の第一子、長女として生まれた。全米は、マリア・デロス・ドロレス・ベアトリックス・カロリーナ。 ブランカ・レオポルディーナ・マルガレータ・アンナ・ヨーゼフ・ァピア、ラファエラ・ミヒャエラ・ジクスト・スタニスラバ・ヒエロニマ・マグレゴリア、ゲオルギア・テツイーリア・カルミーノ・バルバラである。両親は、ウィーンに、パレト・スカーナとビル・ヘルミー・ネンベルク・城の2つの、城ョを所有し、校舎の城だけで80人以上の使用人を、抱えるなど、裕福な資産家だった。ドロレスは、年齢の近い2人の妹、インマクラータび、 マルガレータと一緒に育てられた。三人の姉妹は芸術への関心を共有し、ドローレスは特に絵画制作に秀出た。両親は娘たちに多言語習得を中心とした教育を授け、母語のドイツ語の他にフランス語、スペイン語、ハンガリー語そしてイタリア語を学ばせた。第一次世界大戦後、二重帝国と君主制の崩壊に伴い、対抗一家は、 皇族の身分と全財産を失った。両親、ドローレスと七人の定枚はオーストリア、共和国市民になるのを拒否して、スペインのバルセロナに移住し、経済的に苦しい生活を余儀なくされた。弟たちが独立し、妹たちが結婚して、家を出ていく中で、ドローレスは生涯結婚することなく、未亡人となって母ブランカとの同居を続けた。ドローレスには、 幼少期から軽度の歩行障害があり、これが障害独身だったことと関係した可能性がある。母子は1936年にスペイン内戦を避けてウィーンに戻り、1938年のアンシュルス直後にイタリアに移転、さらに第二次世界大戦期にはバルセロナへ帰った。終戦後はイタリアビアレッジョに母が所有するィラテヌータレアレに今日定め、 寄定を送った。ありがとうございます。